6月の襲撃をね発表したいと思います。8分の動画にも8月からはミッドロールを入れることができますね。トイック満点講師メントスコーラに出会うってね。ハローで始まりましたもちゃチャンネルです。今回はですね、そうです、皆様お待ちかねの収益公開動画になりますね。6月の収益をね発表したいと思います。まあ登録者10万人の YouTuber 果たしていくらもらえたのか。10万人いったのはですねちょうど昨日のことなので、ありがとうございます。なんで収益をもらった時は10万人の YouTuber ではなかったんですけども、キリがいいのでそこで発表したいかなと思いますね。これもね何度もね最初に言っておかないとコメントが、必ず 100%ときますので言っておきますが、もらった収益は公開していいですからね。ですね、アナリティクスとかそこに載ってるものはダメですけど、自分が受け取った額だったらね言って構いませんので、額を発表したいかなと思います。まあ3月にねすごく YouTube の広告単価良かったんでボーンと来ていけるかなと思いきや、4月からですねボーンと下がって、4月5月6月ボーンつって下がって、やっぱりね、コロナ不況の影響はすごかったっていうので、一体どうなったのかっていうのをまあ話していこうかなと思いますね。その3月がすごく良かったんで、4月に受け取った額は1229782円っていうね、100万超えたんで、あもうこれいけると、 YouTuber いけるぜっていうふうに思ってたんですけどね、ドカーンとですね広告単価が下がって、でただ5月にもらったその4月のやつはまあ結構持ちこたえたんですよ。やっぱね投資やめて畳み始めます、竹田塾入りますとかって言ったんで、ドバババーンと再生されたんで、その再生数が多かった、単価はどんと下がったけれども再生数がめちゃくちゃ多かったんで、まあ802996円という形になりました。で5月の収益ですね、6月に振り込まれたものを見ると498651円と一気にスーンとですね下がりました。もう相当下がってますね、30万以上下がってますから、かなりの下がりよう。これだとちょっときついと、まあ自分の会社もあるし自分の持ってる学校っていうのを全く機能してない状況ですからね今ね。だからまあお金だけがね出ていく、社員にやったりとかドドドドドッと来るわけですよ。税金の支払いでもねすごい大変なんですけど、送らすとかの申請もできるとかっていうのは来てたけどね。まあそんな中ね、7月に振り込まれた6月分は一体どうだったのか、果たして上がったのか。ほーなるほどね。この期間の動画だと一番再生されたのが最強の英単語勉強法、ぐるぐる勉強法ですね。竹野さんの受験企画とかあかりんのトイック企画なんて単語覚えてもらわないと困るんで、なんで作った動画なんですよ。もちろん皆さんのために役立つようにやってますけど、彼女たちにも動画を作っておかなきゃいけない単語の覚え方のっていうのがあったんで、だからあれ出した動画だったんですよ。まあ伏線といえば伏線なんですけど、そうね、彼女たちのために作っておかなきゃいけなかったんでやったっていうね、そういう動画なんです実は。で次は総先生ただ呼び加入ですね。やっぱこれはね話題になりましたよね、ポンとねなりました。あとはトイック公式模試が無料だぜってやつね、ウィキペディアと東進ウィキの内容チェックしてみたっていうのがね5万5000再生、これ人気あったね。まあ面白いだろうなと思ったけど、視聴時間も5分ぐらいあるからかなり見られたんで、いや面白かった。でリスニング勉強法、そうですねこれはねリクエストがあったんで出しました。で次は竹田塾の英語参考書ルートどう変わったか、これが4万8000っていう不況で超学歴社会がやってくる、あこれ人気ありますね。5月31日に出てるんですね、5月末に人気出ましたね。やっぱ学歴好きな人見てるんでしょうね。でトイック公式模試、あ生中継44,900円、そうですね僕はトイックをそのまま受けてるやつです本当に、そのまま生中継で自分がトイックをね受けたやつです。すごい長い動画ですけど平均再生時間めっちゃ短い 2.3% で、東進時代の裏話を吉野先生と総先生と語る43,400ですね。まあこれ今は14万再生されてますもんね。で合格しやすい医学部か、はははありましたね、細井先生とのやつですね、これは4万、やっぱりね人気のあるトピックだなって思いますが、さあそんな中一体合計いくらだったのかっていうと、はい下一桁が0で、次が8、その次が8、次が9、次が1、さあいよいよいくらだったかっていうと5ということで、そうです519,880円という形になりましたね。ちょっとだけアップ2万円ぐらいアップしましたね、はい、まあ良かった
ったかなと思います。はい、まあ51万円だったらね、はい、悪くないですよね。で経費で取られちゃったとしてもまあ大丈夫かなっていう感じだと思いますね。まあ多分ね45万ぐらいがメインチャンネルかな。サブチャンネルが多分まあ6万とかなのかなっていうふうに思いますね。なんでまあサブチャンネルの方は長い動画がすごく少ないのでミッドロール入らないんで広告ね。だから、ね、あんまり収入はないんですけども、人気の動画はそうです。まず共通テストの日程決まるっていうね、吉野先生とあの日程が決まった日に、その日に出したやつですね。次は3万3000。で、ただよび総先生加入の裏側。っていうのはね出てるんで、まあこれはこの間の科学の若原先生の時もやりましたね。同じように加入しましたって言ってその加入までの経緯を話すみたいなね、そういう動画になってますね。で3つ目がね、そうトイック満点講師メントスコーラに出会うってね、あれ意外と面白い絵だったっていうね。ここが2万7000ですか、再生されてて収益は大したことないですね、どれもね。次は森鉄炎上、もはや何について喋ったかも覚えてない。あーで次が重大発表しますってやつね。そう、重大発表の発表で、ただよび理系チャンネル収益か、ただよびスーさんどこか、どこが大事かランキングが始まりましたよみたいなやつと、都立高校でね出題範囲が狭まったよってやつ、菊池さん、あ、再就職しました。古文読解講座、例えば始まりました。みたいな感じで。まあ、サブちゃんがね、1万再生以上されるものがね、結構出てきたんですけど、それでもね、やっぱね、短いんで、それぞれの動画。見られる時間もすごく短いんで、やっぱ6万5000ぐらいかな。こっからどうなっていくんでしょうね。いわゆる8分の動画にも8月からはミッドロールを入れることができますね。結局嘘だったわけじゃないですか。8分いかない動画にはもう広告がつかないんだって言われて、みんな8分以上一生懸命ね動画作った時期とかありましたけど、そう結局はそういうことじゃなくて、8分いけば間に広告挟むことができるっていう、そういう風にシステムになったんですよね。そういやこれはねありがたいんですよ本当に。やっぱね本当に間に挟まないと本当に収益が全く違うので、でかといってですね10分の動画本当にね時間かかるの、自分一人で喋ってるのはいいんだけどさ、トークしてる時とかテロップの色変えなきゃいけなかったりとかするし、企業案件とかになると、ね、めちゃくちゃ大変なんですよ。それがね本当に辛いんで、いやありがたいですよ。10分いかなくてもミッドロールつけられるっていうのは、必ずだから2時間半から4時間ぐらい編集してたやつ、まあ企業案件になったらもっと長いですけど、撮影時間もすごく長くなるから、それがいらなくなったっていうのは、2時間ぐらいで編集できる動画が結構増えたってことなんで、これはありがたいですね。助かります。だからこのね収益動画はもしかしたらね10分いってないかもしれないですけど、そうなんです。でこれやっぱね YouTuber たちにとってはすごい朗報、はい、という感じだったわけですが、まあね前にも言ったようにはコンサルやったりとか企業案件もあるんで、うちのチャンネルにもスポンサーつきましたからね、まあ大丈夫かなとは思う感じですね。やっぱあとはそう、やっぱ知名度が上がってきたんで、これやってくださいみたいなのが来るようになりましたね。うん、それはありがたいことだと思います。はい、ぜひね企業案件だったりとか、あとまあ講演依頼もそうだし、あとリモートのねなんかセミナーみたいなのの依頼とかも来てるんで、それもあれば行っていただけ、言っていただければね、やりますので、そうね、いくつか依頼来てるので、そういった形もやっていきたいと思いますね。まあだからちょっとだけ上がったって感じですね。7月はどうかな、ちょっと上がるかなって感じかな。という感じですね。また来月も楽しみに待っていてください。はい、ぜひですね、チャンネル登録して、まあ、英語に興味ある方とか、学歴に興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、まあ、10万人行きましたので、いろんなね、記念として有名な方々にちょっとね、アポ取りに行っておりますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.